賞味期、唐揚げ店の倒産が過去最多27件、唐揚げブームが収束、おにぎり店の台頭が脅威、唐揚げ店の倒産が過去最多の27件に急増、前年比9倍に。2023年は唐揚げ店の倒産がかつてないペースで急増しました。持ち帰りを中心とした唐揚げ店経営業者の倒産は前年の9倍にあたる27件に達し、これまでの最多記録を大幅に更新しました。21年は6件。倒産した唐揚げ店は、オリジナルブランドの唐揚げ店だけでなく、大手唐揚げチェーンの FC 店や、本業以外のサブビジネスとして唐揚げ事業に参入した事業者など、多岐にわたりました。特に、倒産した事業者の大半は1、2店舗を展開する小規模な経営業者でした。これに加え、水面下での閉店や廃業も考慮すると、市場からの唐揚げ店の退出はさらに多くなったとみられます。2023年は、唐揚げビジネスにとっては極めて厳しい1年でした。唐揚げの原材料として使われる輸入鶏肉の供給量が鳥インフルエンザの影響で減少し、さらには飼料価格の上昇により、牛肉や豚肉の価格も高騰しました。これにより、消費者がより割安な鶏肉を求める傾向が高まり、国内の鶏もも肉の卸売価格が5年間で約2割上昇しました。さらに、調理に必要な食用油の価格も上昇し、小規模店舗が価格上昇を顧客に転嫁するのが難しい状況となりました。コロナ災いの巣ごもり需要の低下や物価の高騰による節約志向の強化もあり、消費者はより割安な競合製品に流れる傾向が見られました。特に、コンビニやスーパーなどの惣菜品や、半額以下の冷凍唐揚げなどが人気を集めました。一方で、足元では唐揚げビジネスに代わり、おにぎり店など新たなテイクアウトビジネスが台頭しています。唐揚げブームが一巡する中、唐揚げにこだわる企業が増えるのか、それとも他のビジネスに挑戦する企業が増えるのか、注目が集まっています。コメント。以前、自分も食堂を経営していた経験から、唐揚げ店の原価や材料費が高いことをよく理解しています。現在の円安の影響で、すべての食材や公共料金、従業員の給料が上がっており、これらをすべて価格に転嫁するのは難しいと感じていました。そのため、唐揚げ店が閉店する流れは止まらないだろうと考えています。自分の家の近くには以前、いくつかの唐揚げ店がありましたが、今では1軒だけになりました。原材料や維持費、コストの問題があると思いますが、中にはこれはどこが美味しいのかな、という店もあり、ブームに乗った感じもありました。購入する側の立場からすると、コロナやブームの影響よりも、過剰に立ち並んでいた店の味の質が徐々に均質化してきたように感じます。最終的にはやはり味が重要だと思います。個人で飲食店を経営する人もいますが、おそらく大手企業の飲食事業部門やフランチャイズ展開を担当する営業担当者が、これからは食パン、クレープ、たい焼き、タピオカ、唐揚げ、おにぎり、などと新しいトレンドを提示され、それに乗って改良するパターンも多いのではないでしょうか。リスクは改良者が負うことになり、ブームが終われば簡単に撤退できるようなイメージもあります。しかし、どんなビジネスでもブームは一時的なものであり、長期的に成功する店には蓄積されたノウハウや人脈、流行に左右されないこだわりや技術、そして信念が必要だと考えます。売上だけでなく、お客様の笑顔を見続けるためには、どのような取り組みをすべきかを常に考えることが重要だと感じます。家庭では揚げ物をしない人もいますが、唐揚げは自分で作ることができるので、その点は便利ですよね。外で買う場合、自分で作るよりも美味しくなければ、続けていくのは難しいでしょう。飲食店は1年で何割が潰れるとかよく耳にしますが、それは安易に唐揚げ店を始める人たちがいるからだと思います。店舗の雰囲気や清潔さ、そして接客態度など、最低限の基準さえ満たしていない飲食店も少なくありませんね。あらゆるビジネスにおいて、ブームは大きなチャンスです。ブームに乗ることは重要ですが、さらに重要なのは、ブームが去った後の次のステップを考えることだと思います。多くの店が閉店する中で、成功を収めている店もあるでしょうか。彼らには頑張ってほしいと思います。最近、うちの近所でも数店舗の唐揚げ店が急に現れましたが、今では残っているのはチェーン店のみです。唐揚げ好きとしては、新しい店ができたら試してみるのですが、どの店も大差がなく、一度買っただけで閉店してしまう店も多かったです。週に一度くらい唐揚げを食べれば十分で、チェーン店のように他のメニューもある方が経営も成り立つと思います。おにぎりの専門店もいくつかありましたが、行こうと思っていたらすでに閉店していました。
ブームに乗って専門店ができることはあるけれど、それが数年後も続く店はほとんど見たことがありません。経営は本当に難しいですね。近所の唐揚げ店、金賞唐揚げも閉店が近いかもしれませんね。向かいにはホットモットがありますが、唐揚げ一本で頑張っていると思いますが、シンプルすぎて美味しくないです。ちょっと離れたところにも唐揚げ専門店ができていましたが、オープン当初は人で賑わっていましたが、今はガラガラですね。唐揚げは誰でも作れるけれど、だからこそ美味しく作るのは難しいです。手間をかけても、めちゃくちゃ美味しくなければリピーターにはならないと思います。どんな業界でもブームが起こり、競争が激化すると、倒産などの調整が避けられない局面がやってきます。しかし、これらの荒波を乗り越えて生き残る専門店は、本当に強いし信頼できると思います。店舗形態自体には、まだコストや人員配置の面でメリットがありますので、調整を経て適正な店舗数に落ち着くのではないかと思います。個人的には、もも肉よりも脂身が少ない胸肉の方が好きですが、唐揚げにすると水分が抜けすぎているのか、なかなか美味しいものに出会えません。また、チェーン店だと油切れが悪く、ベタっとしたものがちょくちょくありますね。コロナ災いの際、1日6万円という大きな補助金を目当てに出店した人も多くいます。しかし、補助金が終了し、経営が厳しくなってきたため、廃業する店舗も増えています。本来はコロナによって壊滅的な被害を受けた小規模な飲食店を救済するための措置でしたが、損得勘定の時代において、制度をうまく利用して利益を得る人が多いため、行政の弱者救済も非常に難しいと言えます。あらゆるビジネスにおいて、ブームは大きなチャンスです。ブームに乗ることは重要ですが、さらに重要なのは、ブームが終わった後の次のステップを考えることだと思います。多くの店舗が撤退する中で、成功している店もあるはずです。彼らには頑張ってほしいと思います。最近、うちの近所でも何軒もの唐揚げ店が急に増えてきた。でも今では残っているのはチェーン店だけだ。私は唐揚げ好きなので、新しい店ができるたびに試してみるけど、どの店も大差ないし、買ってみたらすぐに閉店する店も多い。唐揚げは好きだけど、週に一度で十分だし、他のメニューがないと経営は難しいだろうね。おにぎり専門店も多いけど、行こうと思っていたら閉店していた。流行に乗って専門店ができるけど、数年後も残っているのはほとんどないか。経営は本当に難しいんだろうね。どんな業界でも、ブームが起きて競争が激化すると、倒産などの調整が必要になることは避けられない。逆に、このような厳しい状況を乗り越えて生き残る専門店は強く、信頼できる存在だと思う。業態自体には、コストや人手の面で利点があるため、適切な調整を経て適正な店舗数に収まると考えられる。個人的には、もも肉よりも脂身の少ない胸肉が好きだが、唐揚げにすると水分が抜けすぎてあまり美味しくないと感じることがある。また、チェーン店だと油切れが悪く、ベタっとしたものがちょくちょくある。流行が起きると、それに沿って多くの店舗が急激に増える。しかし、流行が終わると、多くの店舗が閉店する。ただし、中にはタイミングを見極めて閉店する店もあると思う。最も効率的なのは、流行に乗って収益を上げ、最高の状態で事業を売却することだろう。そして、新たな事業を始める。これはなかなか難しいけれどもね。